あ、伊吹ユリアン。あ、開幕タックルは垂直で飛んでいた。さあ、コパン投げ。あのね、立ちコパンが結構ユリアンは嫌っぽいですね。あ、ここはまず1ラウンド目ピー勝ち。え、ピン止め失敗。あ、なんか別のものがピン止めされてますね。失礼いたしました。これで大丈夫ですね。すいません、晒しちゃいました。さあ、2ラウンド目はオースティン。いや、よくないですね、晒しは。さあ、ブロブロから肘入れてタックルイージス。お、これはなんかテクニカルなハメ。今画面足の2択通して投げる。コパコパ。さあ、膝抜ける。これは、あーっと果敢にブロいったんですけど、ああ FT2 です。じゃあまず1本目は児玉さんが勝利。あれ、ガードしてたら生きてたかな今。微妙なとこですね。ちょっと有識者いたらちょっと判ジャッジをお願いしたいですけど。あ、2本目タックルは痛いですね。しゃがみ、さあスタンチがスタン、ゲージを温存していく。イージスは飛び越えている。タックル。タックル、しゃがみ。あ、つないでますね、うまい。あれ難しいですよね結構。入れ替えて EX タックルが当たる。これは美味しい展開か。オースティン殴っていく。ヘッド下がって一泊置いて EX タックルが突然飛んでくる。これは無理。さあ、いい試合になってますね。これで3本目です。あ、少しブロってガードでしのげた。さあ、ありがとうございます。こういうのがね、やっぱ自分ではね、ちょっと判断つかないとこなんで。あー、デリブルが痛い。やっぱ伊吹体力が低い。さあ、これ下。さあ、体力、あーっと、ジャンプ台形。ああ、なるほど、前段ブロ狙いは悪くなかった。
1メスターさん、これメスターさんなのか。さすがサードのことなら何でも知っている。さあこれはオースティンが決めていくのか。大事、あーガードしてるライダー、削り圏内ですけど、コパ下が通って、さあ EX 少ない、なんとかしのいだファイナルラウンド。さあタックル、これも体力は拮抗している。ライダー投げる、これはあー、いや頑張りましたね、途中からブロしてたんですけど。じゃあ勝ったのは児玉さんですね。